はい、こんにちは、佐々木です。今日はこちら、デジタルカメラマガジンね、これを買ってきたんですけど、僕は別にカメラ好きですけど、あんまりね、そんな雑誌とかを買うまでではないんですね。で、なんでじゃあ買ってきたのかっていうと、これですよ。2014年のトレンドと新製品が見えてきた11メーカー横断インタビュー、ね、一眼レフとミラーレスの未来、ね、これです。もうね、キヤノン、ニコン、リコー、ソニー、パナソニック、オリンパス、富士フィルム、シグマ、タムロン、ケンコー、カシオと、日本を、代表するカメラメーカーのですね、それの開発責任者の方であったりとか、社長さんであったりとか、その方々がですね、2014年のね、自分の自社の製品について語っているインタビューがズドーンと載っているということで、買ってきました。でね、さっき、一通りパパパパってね、ちょっと読んでみたんですけど、いろんなことがやっぱりね、見えてきますね。でやっぱり何て言うんですかね、いわゆる、僕はもうね、フィルム時代からキヤノンの一眼レフを使ってるくらいですね。もうずっとキヤノンをね使ってるんで、正直あんまり他のメーカーのカメラをそんなにね詳しくはないんですよ。でなので、その辺は、偏った考え方を僕は持ってると思うんですね。ただこれですね、一通りバババッと各社のね、インタビュー記事を読まさせていただいたんですけど、やっぱりいわゆる老舗と言われているメーカー、ここで言えばキヤノンであったりニコン、いわゆるカメラをずっと作り続けてきた、老舗と言われてるね、カメラメーカーですね。実はここが非常に壁にぶち当たってるというのがすごくこのインタビューを見てると思いました。っていうのはやっぱりある程度それをそのカメラの歴史をね作ってきたっていう自負とか、そういうのもね当然大きいでしょうから、新しいことに対するチャレンジっていうのはなかなかこうしづらいんだと思うんですね。でこのインタビュー記事の中にもね載ってましたけど、あるメーカーでは、要は新しいことを当然若い人たちが提案をしてくると言っても、いやカメラはそうじゃないとか、カメラはそういう風に作るもんじゃないとか、やっぱね、そういう要はケチをつけられちゃうらしいんですよ。なかなかこういう風にしたい、時代の流れを読んでこういうものを出していきたいとか言っても、なかなかこう採用されにくいっていうのが、特にこの老舗メーカーのねインタビューを見てると非常にそれを感じましたね。なかなかだからそこ難しいんでしょうね。だからね、ちょっとね、キヤノンね、迷走をかなりちょっとしてるっぽいところがあるんでね、だから今年かなり僕は期待してるんですけど、この社長さんのねインタビューを見る限りね、あんまりちょっと期待できない感じですね、この感じだと。だからね、新しい製品に関してもそんなにね、言ってくれてないんですよね。だって去年2013年に出した機種って70D ぐらいでしょ、あと EOS M とかね。で2014年、今こうソニーが、ミラーレス一眼のフルサイズ、この間出しましたけど、そういうのを出したら普通は
よしうちもってなると思うんですけど、あんまりそこもね語られてないんですよ。まあ、2014年の予想としては、まあ EOS7D のモデルチェンジ、まあ、あとはレンズが充実もっとしますよみたいなねことで、僕はキヤノンユーザーですからね、ちょっとね厳しい言い方をしますけど、ちょっとね読めてないですよね正直。ニコンは去年がね、あの DF っていうね素晴らしいカメラを出しましたけども、その先をどう見据えているのかというと、やっぱりねこちらもニコンもねキヤノンと一緒でね、なかなかこうブレイクスルーっていう部分で言うと出てこない、まあ要は正常進化で止まってるというか、やっぱりちょっと老舗の強みも当然あるわけですよ。当然あのね、だけどカメラってもう今ね、どちらかというともうスマホで今撮る時代じゃないですか。まあほとんどの人はね。で一部のそういう、ね、カメラ好きの人たちがまあね、一眼レフを買ったりミラーレスを買ったり、ね、してるわけで、でもほとんどの人は一般的にね、ほとんどの人はまあもうスマホでいいじゃないのっていう、スマホで撮ってスマホで Facebook に上げたり Twitter に上げたりっていう、もうそういう使い方にカメラがなってきている時に、ちょっとねこの老舗のカメラメーカーさんはね、ちょっと腰が重たいですよね。その本当にカメラ小僧とかカメラオタクに向けてしか間口を広げてないというかね、カメラが好きな人にとっては多分いいことなんですよきっと。そうだその通りだみたいなね多分内容だと思うんですけど、柔軟性は必要なのかなとちょっとね、インタビューを読んでて思いました。いやすいません偉そうに、ね、言ってますけど、でも消費者的にはそういうとこじゃないんですかね。でやっぱこの11社、ね、いろんなメーカーのインタビューでやっぱダントツにやっぱり勢いがあるのはやっぱソニーなんですよね。なんかソニーのインタビュー記事を読んでるとこれ、まあ、読んでいただければわかりますね。一番勢いがありますよね。このインタビュー一つ一つのその言葉にしてもすごく勢いが感じられます。やっぱ開発チームがやっぱりその過去の規制概念とかっていうものを、まあ、要はソニー自体がねカメラを扱ってからそんなにね長い年月を培ってないっていうところがあるんでしょうけれども、それがすごくいい風にね作用していると。要はいいアイデアがあってもあったらどん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 ねそれを採用して作っていくっていう、その否定をしないっていうんですかね。だからどん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 多分ね新しいの作っていきますよ多分ソニーはね。だからちょっと、今年もまたソニーの勢いが止まらないのかなという感じですね。まあこのインタビューを見る限りですよ、まあ、ひょっとしたら各メーカーさんねまあ、隠し玉を持ってるのかもしれませんけども、ただこれの、まあ、社長さんであったりとかその開発部門のねトップの方々が喋ってることですから、まあ、そんなに多分、ずれないと思うんですよね。やっぱその各社の、その現状っていうものをものすごく色濃く表しているインタビューだと思うんで、ちょっとね、まあソニーの勢いがいいっていうのはすごくいいことなんですけども、ソニーさんだけ走らせちゃうのもどうかなという気が個人的にはしておりますので、まあ、それ以外のねメーカーの方々、もう老舗メーカーとかねそんなこと言ってる場合じゃないんでね、
しっかりとあのニーズをちゃんと作り出さないと置いてかれちゃいますよっていうことをね言いたいなと思います。やっぱねワクワクするものがねやっぱ欲しいんですよね、やっぱりね。なんかだから、まあねまあ、キャノンばっか攻めても本当に申し訳ないですけど、ね、ミラーレスこれ EOS M でしたっけ、ね、EOS M で最近 EOS M2 が出ましたと。で小型化して、オートフォーカスの、ね、スピードがね上がりましたよってことがなんか売りらしいんですけども、でって感じじゃないですか、まあ、正直ね。でその先はっていう話をが見えてこないっていうのが、なんで最新モデルなのにワクワクしないんだろうとかっていうことだと思うんでね、というふうに僕は、ね、キャノンユーザーの一人としてね非常に危惧しております。今年は 7D の後継機種しか出ないですかね、このままいくとね。とりあえずね、各社さん頑張ってね、いいカメラを僕らがねワクワクドキドキするような、もうお金足んないよーっていうぐらいね、欲しいよーっていうぐらいのものをね作っていただきたいなと心の底から願っておりますね。別にどこどこのメーカーさんだけじゃなくてね、もう全部ね全てのメーカーさんが競い合って、男の顔かなって迷うぐらいのね、競争があれば一番ね楽しいなと思いますので、はい、2014年ねカメラメーカーどうなるのでしょうかという部分も含めてですね、こちらのね各社のインタビュー記事を読んでいただければある程度2014年のねカメラがどうなっていくのかっていうのが見えてくるかなと思いますので、デジタルカメラマガジン1月号ね、興味のある方はね読んでみてはいかがでしょうか。はい、ちなみにですね、付録でこんなものが付いてます。子猫ちゃんのカレンダーですね。猫ちゃん好きもぜひどうでしょうか。はい、ということでね、ちょっとね雑誌の紹介も含めて、2014年のカメラ事情に関して、まあ、ちょっと思うところがあってお話をねさせていただきました、ね、皆さんはどうお考えになったでしょうか。はい、ということでねまた次の動画でお会いしたいと思います。ではまた、さよなら、バイバイ。